同点のランナーが一塁です。そしてバッターはピッチャーの千賀。ここは盗塁を狙ってもいいですね。はい、インサイド見送っています。一塁牽制球、一塁はセーフ。次が2球目、大きく外れました。ボール先行です。3球目打ちました。さあどうだ、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。二塁へ送球、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う。ホームに送球、ファーストランナー一気にホーイン。同点に追いつきましたソフトバンクホークス。鮮やかなタイムリーヒット。1対1、ホークス振り出しに戻りました。さあ自らのバットで得点したシーンをもう一度ご覧いただきましょう。まあそうですね、なんとかしてやろうと思って打席に入ってたんじゃないですかね。ゲームは同点、行方は分からなくなりました。